地球史を画する変動や大進化が生じた原生代という時代、約25億年前から約5億4100万年前までの時代は原生代と呼ばれます。地球史の中盤から後半にあたり、地球史を画するような大規模な地球環境変動や生物の大進化が生じた時代です。最も重要な地球環境の激変は原生代初期の約24億5000万年前から約22億年前にかけて生じた第三化イベントと呼ばれる大気中の酸素濃度の急激な上昇でしょう。後で説明しますが、これ以前の地球は海水中はもちろん大気中にも酸素がほとんど含まれていない嫌気的な環境でした。生物は嫌気的環境に適応進化した嫌気性の微生物でした。それがこの時を境に大気や海洋表層は現在の1000分の1から100分の1程度の酸素を含む好気的な環境となり、それまでの嫌気性生物は酸素のない深い海や堆積物の内部に追いやられることになります。そして嫌気性生物に代わり、酸素を利用する好気性生物が繁栄することになります。とりわけ今から約20億年前頃、好気性生物などが細胞内共生することによって真核生物、細胞内に核などの細胞小器官を持つ生物が出現したことは、生物進化史上極めて重要な出来事でした。大気中の酸素濃度は原生代後期の約6億年前頃にも上昇して現在に近いレベルになったと考えられています。これを原生代後期酸化イベントと呼びます。このような地球環境の質的変化、酸化還元条件の変化によって生物進化史上のもう一つの大きな出来事、すなわち構成動物、多細胞動物の出現がもたらされたと考えられています。動物は原生代に入ると爆発的に多様化して大型化、複雑化し、現在の私たちの人類の大繁栄につながっていきます。原生代におけるもう一つの重要な地球環境変動は、地球全体が凍結するスノーボールアース、全球凍結イベントと呼ばれる現象で、原生代初期の約23億年前、原生代後期の約7億年前および約6億4000万年前の少なくとも3回生じたことが分かっています。地球全体が凍結すれば、地表面から液体の水がなくなるため、生命にとって前例のない危機的状況が訪れたことは間違いありません。不思議なことに、これら一連の出来事、すなわちスノーボールアースイベント、大気中の酸素濃度の上昇、そして生物の大進化は原生代の初期と後期のそれぞれほぼ同時期に生じているようにも見えます。これらの間には何か密接な関係があったのかもしれません。こうした意味において原生代は地球史において特別な時代であったように思われます。補足。
原生代とは、真核単細胞生物から硬い骨格を持った多細胞生物の化石が多数現れるまでの時代を指し、もともとは先カンブリア時代以前のすべての時代を指していた。太古代の大気には酸素はほとんどなく、大量の二酸化炭素と窒素が大気の成分であった。原生代に入ってストロマトライトの活動で酸素が生成され始めたが、浅海に2価の鉄が十分ある間は酸素が直ちに消費されるため、大気中の酸素濃度は非常に低いレベルのままであった。二酸化炭素濃度減少の原因は、大陸の拡大によって岩石の風化量が増え、風化岩石中の金属元素が空中の二酸化炭素を消費したと考えられるが、さらに風化した塩類が海に入って大量の栄養塩類となり、生物活動光合成を活発化させ、二酸化炭素を消費したことも考えられる。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。